ニュースをお伝えします。各国の報道機関が敬愛する最高指導者金正恩元帥の革命活動を報じました。ロシアのタス通信、インターネットメディアのレムチチ、中国の新華社、香港のフェニックステレビ、オンラインニュースの新華網、環球網、日本の共同通信は、増改築された朝鮮革命博物館の現地指導を報じました。同じ内容が、ナイジェリア・キミルソン・キム・ジョゲ主義研究全国委員会と、コンゴ民主共和国チチェイ思想研究全国委員会、ペクトーサン・チェコ・朝鮮友好協会のホームページと、ドイツ判定フォーラムのホームページ現地指導のニュースにも載りました。ネパールの新聞アルパン、ロシアのホームページイルクーツクブログスポットトーツカル、ドイツ判定フォーラムのホームページ現地指導のニュースと、チチェ思想先軍政治研究ネパール記者協会、ネパール朝鮮友好協会、エクアドル金正日図書館、チチェ青年会、朝鮮民主主義人民共和国との連帯ブラジル委員会のホームページには、リョミョン通りの建設現場をまたもや現地指導したことが載りました。ラオス通信とギニアの国内国際放送と7つの民族語放送、そしてロシアとエクアドル、ブラジルのホームページは、国防科学院で開発した朝鮮式の大出力エンジンの地上噴出実験を見たことを伝えました。マスコミ各社は金正恩元帥の写真を共に載せています。ロシアチチェ思想研究会で、偉大なキム・イルソン主席の生誕105周年記念準備委員会が発足しました。準備委員会は、太陽節にちなんで、キム・イルソン主席の革命的生涯と業績について広く紹介し、討論会を行うことを決定しました。太陽節記念コンゴ民主共和国準備委員会が、偉大なキム・イルソン主席の生誕105周年にちなんで、解放世紀の偉人キム・イルソン主席を出しました。解放は、キム・イルソン主席はチチェ思想を創始し、世界の進歩的人民の進むべき道を示した自死の時代の開拓者先導者であり、一生涯判定自死の旗を高く掲げて世界の自死業を主導した世界政治の傑出した言動で、気高い人間愛と特防で天下を感動させた世に稀な聖人である。この上なく高潔な主席の風格に、敵対国の政治家も頭を下げたと述べています。偉大なキム・イルソン主席の生誕105周年に際して、1日、カンボジア王国のノロドム・シアモニ国王とノロドム・モニニエット・シアヌーク大王妃から、カンボジア駐在朝鮮大使館に大きな花籠が贈られました。国王と大王妃の委任により、太陽節記念カンボジア準備委員会委員長のコンサムオル王宮担当副首相を率いるカンボジア王国政府王宮省代表団が、太陽のように明るく微笑むキム・イルソン主席と金正日総書記の写真に花籠を捧げ、敬意を表しました。太陽節に際して、敬愛する最高指導者金正恩元帥に送るカンボジア王国の国王と大王妃の祝福の挨拶を、代表団団長が朝鮮特命全権大使に託しました。平壌のリョミョン通りの教育施設とサービス網の運営準備が終わりました。リョミョン通りに建てられた教育施設とサービス網に備えるすべての設備と家具、備品を完全に確保しました。これとともに、百数十のサービス網の商品確保陳列が終わることにより、リョミョン通りの竣工とともに住民に対するサービスが可能になりました。リョミョン通りの教育施設と商店、食堂などは竣工の日を待っています。朝鮮の森林研究院の経済林研究所の科学者が、科学技術で森林の効率的な利用を保障しています。研究所では、果実の収穫時期を前より10年以上も早め、収量を4倍以上も増やせる優良品種の朝鮮松の密植林造成技術を広い面積で完成しました。新しく育種した優良品種の栗、くるみなど、良種の木に接ぎ木と密植栽培技術を合理的に適用して成果を収め、
今年から各地の貯村御種林を優良品種に更新することに取り掛かり、現在2000ヘクタールの貯村御種林で果実の収穫時期をはるかに早めながらも、ヘクタールあたりの収量を3ないし4倍以上も増やせる展望を開きました。研究所では、リャンガンドーサムジョン郡のライム林の造成を年内に終えるよう科学技術的に支えています。南諸村のインターネットメディア義士時報によりますと、民主労総、全国民主労働組合総連盟が3月29日、ソウルをはじめ11の地域で一斉に決起集会を開き、働く民衆が主人となる新しい世の中平等社会を立てるためのゼネストを宣言しました。団体は最低賃金の引き上げ、非正規職の撤廃、財閥体制の解体、労働法の全面的改正のため、6月30日、社会的なゼネストを展開することを明らかにしました。南諸村の KBS によりますと、1日、県議道ポチョン市にある南諸村占領アメリカ侵略軍の射爆場で、米軍ヘリが発砲した機関砲弾が周辺の牧場に落ち大騒ぎになりました。牧場の従業員2人が命を甚だしく脅かされたといいます。今、諸村での驚くべき出来事は世界のマスコミにトピックスとして取り上げられています。各国のマスコミは、新たな核強国が現れてアメリカの核の棍棒をひし折った。諸村の核とロケットに恐れをなし、他国を核を持って脅かしてきたアメリカが本土防衛戦略を唱えるようになった信じられない現実が今世界に広がっていると評しました。貯村式の威力ある先端装備が公開されるたびに、各国のホームページに貯村の核兵器はアメリカを制圧する唯一の手段、北貯村は核保有国として強国の仲間入りをしたと共和国を称える文が次々と載りました。各国の諸政党団体の人と専門家、そしてロシアのインターネットメディアスプートニク、中国の新鮮衛星テレビなどは、諸村がアメリカを先制攻撃する十分な能力を持っている状況下で、飛んで火にいる夏の虫の運命にならないためには、南諸村駐留米軍を撤退させるべきだとし、トランプが前政府の諸村敵政策を踏襲しないことを忠告しました。以上でこの時間のニュースを終わります。担当はオーヨンスクでした。こちらは諸村の声放送です。諸村中央通信社が、寛容なのは新たな考え方と戦略と題した論評を発表しました。論評は、この頃アメリカ議会下院で、いわゆる北諸村に対する取引関連制裁強化法案の可決を図っている。共和国の国際金融システムからの完全排除が目的のこの法案は、アメリカの旧態依然とした共和国制裁押しつぶし策動の連続で真新しいことではない。にもかかわらず、意義あるものと採択などを騒ぎ立てているが、政治・軍事の面で日増しに力を増す共和国の現実に慌てふためいた者たちの妄動と見てよい。さらにこの法案が対貯村政策での完敗を認めたオバマ時代の2016年の北貯村に対する制裁及び政策強化法を修正補足したものであることは、これがアメリカの給与の一策であることを見せている。アメリカの制裁万能論は貯村ですでに粉砕され、敵対勢力の内部でも対貯村制裁が無用であるという声が上がっている。今、対貯村制裁強化と貯村の国力強化が正比例するというのは、これ以上証明のいらない行為となった。アメリカに求められるのは、新法案でなく、新たな考え方、新たな戦略であると述べています。人民のために全てを尽くした偉大な指導者。世界の進歩的な人々は、人民のために全てを尽くした偉大なキム・イルソン主席を高く称えています。キム・イルソン主席が誕生した平壌のマンギョンデを訪れたインド地底哲学研究委員会のウィピン・グプタ委員長はこう話しました。And, whatever he has
with his, resources was very less. And out of that, キム・イルソン主席は全てを尽くして国を解放し、大きな業績を成しました。主席は困難な時に多くのことをしました。主席は人民大衆のために戦いました。私たちは今、幸せな生活を営んでいる人々の姿を見ています。朝鮮民主主義人民共和国は世界で最も幸せな人民が住んでいる国です。南アフリカ共産党ムフマランガ州委員会のカンガラ地域議長はある討論会で、キム・イルソン主席の生涯は常に人民の中にいて人民を呼び起こし、あらゆる困難を乗り越えて未曾有の奇跡を生んだ日々でした。キム・イルソン主席の指導により朝鮮には人民が全てのものの主人となり、全てのものが人民のために奉仕する人民大衆中心の社会主義が立てられました。キム・イルソン主席のように人民が心から思いやった指導者は未だかつて歴史にいませんでしたと言いました。朝鮮との友好協会アルハンドラ・ガーバビノス会長はこう話しました。キム・イルソン主席は朝鮮人民の偉大な指導者であるばかりか、世界の人々が見習うべき鏡です。主席は世界史上例のない朝鮮式の優れた社会主義を立てました。主席が人民に幸せをもたらし、社会主義の楽土を立てるため自分の全てを捧げたので、今の喜びがあるのです。まさにキム・イルソン主席は人民のために生涯の全てを尽くした人民の指導者です。世界の声でした。我らの主席、毎年4月ともなりますと、偉大なキム・イルソン主席への忍ぶ思いを胸に、朝鮮人民皆が歌う歌があります。我らの主席、この歌です。リー・ジョンジュル作詞、人民芸術家オムハジン作曲のこの歌は、して78年1989年に出ました。歌は一生涯人民を訪ねて現地指導の道を歩み続け、人民にこの上ない幸せをもたらしたキム・イルソン主席の熱い恩愛を歌い上げています。2番は、雨の早朝も雪の深夜もいつも人民を訪ねて現地指導の道を歩み続けた主席の献身と労苦を感銘深く表しています。3番は、人民を心から思い、人民のための献身の道で喜びを感じ、生涯を捧げた主席の輝かしい業績を熱く歌い上げています。の献身の労苦があって、自主自立自衛の社会主義強国、人民の楽土が建てられたということを心に深く刻みつけています。我らの主席、この歌は敬愛する最高指導者金正恩元帥の精力的な導きのもと、社会主義強国を打ち立てる朝鮮人民の心の中に、主席への永遠の敬慕の歌、燃える忠誠の歌として響き渡ることでしょう。
た我らの主席についてお話ししました。